ちょっと、くそ。今、大変です。私たち、ちょっと少しだけお買い物行って帰ってきたら、この4歳の娘がですね、大変です。トイレなんですけど、じゃじゃじゃーん、全部トイレットペーパーを詰め込んで、全部詰め込まれてますけど、これどうするんですか？困った。まあどうしよう、順番がわからんな。どうする？水を入れてます。ちょっと映せる状況じゃないので遠くからですけど、まずこういう時はペットボトルで水でティッシュを溶かすというとこからお父ちゃんは始めました。これは失敗かどうか正解はこれから検証します。こういうことよくあるね。子供がティッシュを使いまくるという。1本分使ったの？トイレットペーパー1本分全部？2個。2個？うん。でもう一個。あ、水がどうなった？おー、ギリギリ。流れてかんや、やばいなこれ。父ちゃん、今回の事件をどう解決したらよかったと思いますか？はい、火ばさみみたいなのでティッシュを袋に詰めたらよかったと思います。これからはそうしてください。はい、どうもマヨレ